自身がいろんなコンサルを受けてきたんですね。それで500万以上は使ってます。そうなんですね。制約率的にもすごい今回良かったっていう感じですかね。制約ですと実際に1名だけじゃなくて今日も契約取れたんですよ。ありがとうございます。30万というよりもうちょっと金額多いなっていう、はい、今のところ制約率2の2なんで 100% なんですよ。制約率 100% と一緒にコラボしてリストシェアすることでお互いにとってもメリットもありますし、コラボライブ戦略っていうのもね結構いいですよね。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はダイエットコーチの若山さんが入学1ヶ月でですねインスタ集客で月商30万円を達成したインスタ×ライブ集客術というテーマでねいろいろお伺いしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前教えていただいてもよろしいでしょうか。若山博之と申します。今の業種を簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。私はオンライン専門のダイエットコーチとして活動しています。でダイエットのみならず健康全般について仕事しています。主にねダイエット専門という形で、しかもオンラインでねお客様の成果を出していただくっていうところで活動されているダイエットコーチの方なんですが、入学のきっかけってところも教えていただいてもよろしいですか。自己流で Facebook 広告だとかやってたんですけども、なかなか集客につながらずですね、ニッチもサッチも固くなったの で、そこで北野さんのインスタ見させていただいて、ここに決めようという決意をした次第でございます。ちなみにインスタ集客とか SNS ってすごい流行ってるので、正直弊社以外にもいろんなスクールがあったと思うんですけど、その中で決めてというかここにしようと思った一番のポイントとかあったりされますか。はい、僕自身がいろんなコンサルを受けてきたんですね。500万以上は使ってます。そうなんですね。出てきて本当に自分も失敗だったんですけど、再現性がなかったっていうところとサービスの質が悪かったっていうのが正直あったんですね。そこでなかなかうまくいかなかったと。けども北野さんの説明会参加した時に再現性の高さですね、と僕はこの保証の厚さ、ここがすごいなって思ったんで今回決めさせていただきました。次にですね、入学前と後の変化のところも聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況っていうところっていうのはどんな感じだったんでしょうか。僕自身が Facebook 広告っていうのを利用してまして、月に15万から20万かけてやっていた。そこの中でリスト自体は100以上は取れてたんですよ。そこから個別面談に来るのが1人2人ぐらいだったので、本当に取れなかったですね。個別面談に行ってもなかなか制約につながらなかったとかしてます。未制約になってしまう理由としては断られちゃうことが多かったって感じですか。金額がだとか、今はちょっと考えたいですとか、定番の断られる文句というかがあって、なかなか制約につながらなかったことがありました。広告から入ってきたね、はい、理想の方ってなかなか教育もすごい大変だったりするので、こっちのことよく知らない状態で個別相談来る、もしくは個別相談も全然来ないみたいな、集客はできるけどその後につながりにくいっていうところが課題だったと。教育ができてなくて本当伝わってなかったっていうのがありましたね。そこから弊社入学後渡してるテンプレとかあると思うんですけど、実際そのインスタグラムを開始していただいて、はい、ライブとかをねいろいろやっていただいた後の変化っていうところも教えていただいてもいいですか。僕が一番実感してるのはこのライブの活用といったところが大きかったかっていうのは思います。ライブをしたからこそ月30万の売り上げができたのかなっていうのがありまして、なぜかというと自分のこのキャラだとか、はい、それこそ自分の人間性とか教育の部分ですごい人間味が伝わったというのか分かっていただけてて、岡山さんだから入りたいですよとか、うん、ロジックで話してくれるから分かりやすかったと伝わったので、面談に来た時には買いたいだとかいくらですかっていうところから会話が始まったんですね。面談来た時にはある程度商品を検討されていらっしゃると。そうですね。ライブのすごいところって、もちろんうちのねインスタライブのテンプレートとか最初のノウハウをどんどんブラッシュアップしてお渡ししてるんですが、よく教育動画をたくさん作ったりとかブログを書いたりとかもちろん大事ではあるんですけど、はい、1回のライブの教育力にかなわないなっていうのは僕も思っていて、1回10分20分でもライブ見てもらった方がめちゃめちゃファンになってくださるっていうね。しかもインスタグラムのストーリーズとか投稿だけでは伝わらないニュアンスだったりとか人柄だったりとかっていうのがノンバーバルの部分もすごい伝わるので、ブログを10記事とか20記事読んでもらうのと同じぐらいの効力が1回のライブにあるなと僕も思っていて、制約率的にもすごい今回良かったっていう感じですかね。制約ですと実際に1名だけじゃなくて今日も契約取れたんですよ。ありがとうございます。30万というよりもうちょっと金額多いなっていう、はい、今のところ制約率2の2なんで 100% なんですよ。制約率 100% と2人ともいうのが、これまでのダイエット指導している人の話し方じゃなかったとか、ライブの中でも教育されてるというのか分かっていただけてたっていうのが大きかったですね。人柄っていうところを、ね、いかに出していくかっていうのがね、僕らみたいにやっぱコーチコンサルタントカウンセラーとかってやっぱりキャラクタービジネスなので、どれだけ素晴らしいメソッド持っててもまずは自分を好きになってもらわないとメソッドのことも知ってもらえないっていうのがどうしてもありますもんね。僕自身話すことがすごい苦手で、それこそ話が詰まったりだとか順序が滅裂で全然話してることが伝わってなかったんですけど、北野
野さんの勉強会だとかに出させていただいて、しっかり構成を組んで最初にこのライブを受けると、こういったメリットがあるだとか、こういった価値があるんだよというのを伝えるようにしたところ、こういったところにつながっていったので、ライブ一つとっても学ばせていただけたかなっていうのはあります。次ですね、成功の秘訣に迫るというところで、具体的に和歌山さんのインスタを今ですね、こちらの方に表示させていただいておりまして、フォロワーが565人という形ですね。アカウント自体はトータルでも3ヶ月ちょっとぐらいって感じですか？大体200名弱だったのが1ヶ月で120、30ずつ増えていった形ですね。インスタの相場で言うとね、3ヶ月で大体300、400から500ぐらいで、6ヶ月かけて800から1000フォロワーぐらいまでっていうとこを目標にしていけばいいので、問題なく伸びてるかなと。初回コンサルの時にアイコンもね、こういう風にした方がいいですよとか、ターゲットが女性なので柔らかい春っぽいというかですね、白いタートルネックに女性専門オンラインダイエットコーチでコンセプトプロフィールを作らせていただき、今統一感もね結構きれいめにこういった押さえていただいた形でアップしていただいて、和歌山さんも毎週ね、うちの VIP コースでもインスタグラムの投稿毎日添削しますよっていうねグループがあるんですよ。そこでも毎日提出していただいて、入学当初よりもかなりね投稿デザインとかも改善されていっているかなっていう風に見受けるんですが、インスタ投稿とかあとストーリーズとかで和歌山さんが意識しているポイントとかってございますか？僕自身がどっちかというと知識寄りですごい詰め込んじゃってたんですね、この最初の投稿にも。それを引き算していって見やすくっていうのを本当心がけてます。情報量たくさん入れるってのはいいんですけど、詰め込みすぎてもちょっと難しそうとか、はい、専門用語が多かったりっていうところを初心者向けにちょっと目線を落として分かりやすくみたいな、はい、心がけてますね今は、うんうん、こういうファミレスの弥生軒とかのメニューとかですね、ダイエットにおすすめのこういう保存数も増えて後に見返されるのでいいかなと思いますし、本当に指摘してもらうまでは自分以外の投稿なんてこれぐらい情報出せばいいでしょうとかってなってたんですけど、結局そこじゃなかったっていうのを気づかせてくれたのがありがたかったですね。自分だけの運用だと気づかないものですかね？気づけないです他の見てできてるってつもりになってるんですよね。絶対見てもらうとここが多いですとか、これちょっと見にくいですとかやっぱりあるので、本当に交流って成功しないんだなっていうのも本当に強く思いました。第三者管理で添削をしてもらうっていうところもね結構大きかったかなと思いますが、はい、インスタのストーリーズとかではどういう内容を意識的に上げてるとかってありますか？これも最初全くできてなかったところがテンプレートですね、教えていただいてしっかりとそれに沿った内容を上げていくことによって閲覧数っていうのが上がっていきました。今ストーリーズ閲覧数って何パーセントぐらい総フォロワーのってますか？今ですと 15% ぐらいは上がりました。10% 超えてればいいと言われる中 15% ぐらいまで伸びてきて、独学でやってた時とうちの学科で学んでからやってると、やっぱ LINE のリスト数の増加の具合とかも伸び率的にはどうですかね？自己流でやってた時はリストもほぼ取れてなかったんです。でも今安定して1日1人ずつってありますけども、30人なんとか取れてきてるっていう状況が続いててますね。しかも広告経由だと100リストを集めても制約至らなかったのが、30リストとかで 1,2 件とかご制約につながるだけでもだいぶ売り上げとしても大きくなるっていう、はい、それこそ制約率が高いので広告費かけてるのが何だったのっていうぐらい思ってますリールとかもね軽く見ていきたいと思うんですけど、和歌山さんのリールもねすごい上手なんで、和歌山さんの LINE 公式アカウントとねインスタも概要欄に貼っとくんで皆さん見といてほしいんですが、リールは基本的に結構テロップ系のリールが多いですかね？喋るのが苦手なので、それでテロップ系にしてます。顔出しできない方とかでもこういうテロップ系とかでね動画で字幕入れてとかっていうやり方も全然おすすめですし、ライブもね定期的にされているのと、あとコラボライブとかっていうのも結構やられてますよね。北野さんに言われてからコラボライブを特に意識してやってますね。相手方の方にこう登録してもらってとか結構あるので、そういった意味でコラボライブってすごい有効だなと。これからの時代って自分だけのリストとかフォロワーっていうよりも、同じジャンルの人がいて一緒にコラボしてリストシェアすることで、自分から売れなかったけどコラボ相手の人から商品売れたりとか、コラボ相手の人からの流入で自分の商品が売れたりって、お互いにとってもメリットもありますし、コラボライブ戦略っていうのもね結構いいですよね。本当に良かったです。ここまでいろいろとインスタの秘訣であったりとかコラボライブの重要性ってところもねいろいろお伝えできたかなと思うんですけども、ライブ配信これからやっていきたいよって方多いと思うんですけど、ライブで和歌山さんが気をつけているポイントとか最後2つでも3つでもいいんですけど教えていただけますでしょうか？はい、1つ思うのは恥ずかしがらないことですね。恥ずかしがってると出てくる言葉だとかもすごいぎこちなくなったりだとか、よほしくなっていくんですね。友達にとは言わないですけど、知り合いの人に話しかけるぐらいのブランクにあった方が彼が伝わったりだとか、言葉もしっかりこう話せて伝わりやすかったりするっていうのがあります。ある程度リラックスをして本当にドトールで友達とお茶してるぐらいの感じで喋った方がうまくいくとか、素が出せますよね。本当そうですね。と思うのが、知識ばっかり話さないって正直ありました。北野さんが言われるまでは本当ノウハウとかやり方とかばっかりだったところが、どちらかというと少しだけ強く言うところはノウハウ言って、こういう思いでやってるんだよとか、こうじゃないと実はダイエットも成功しないんだよっていうマインド的なところをお伝えしたところ、気持ちが伝わったというのか、環境が伝わったっていうんですかね、お客さんもこう動いてくれているのかなっていうのは感じました。和歌山さんめちゃめちゃ深いこと今おっしゃってくださっていて、ライブとかも声明そうですけど、ノウハウばっかり話しすぎてもお客さんって結局吸収しきれないし、お腹いっぱいになっちゃうし、そもそもなぜそれが重要なのかとか、そもそもなぜ今すぐダイエットしなきゃいけないのかって、マインドセット面的なところができてないと
話って聞いているようで聞いてくれないんですよね。そのセットアップっていうところがマインドをしっかりと整えるようなお話をしていって、その流れでノウハウもね2つ3つ紹介して、基本的にはやっぱ本講座でしっかりとサポートしていくっていう動線がきれいに作れているっていうね、それが、ね、しっかりできてるからこそのこのライブからつながってるかと思いますね。今が2件ともライブからなんですよ。有効だなってすごい感じてます。今日動画見てくださってる皆さんもね、ぜひインスタライブ早速ね実践してみていただけたら嬉しいなと思うんですけども、最後ですね、今日この動画見てくださってる人でこれからインスタライブやっていきたい、インスタやっていきたい、だけど一歩ちょっと踏み出すのが怖いっていう方に向けて、和歌山さんから一言メッセージいただけたら嬉しいなと思うんですけども。僕みたいなこうビジュアルがあまり正直よろしくない。そんなことないですけどね。ファンがついてくれるんですね。恥ずかしがらずに自分の思いをライブで、ね、よくのお客様と話せてくる、すごい価値があるので、自分に自信がない方でも一歩踏み出してまずやってみるっていうところが重要なんじゃないかなと思いますね。中にはね、会社員で顔出しできないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、顔出ししなくてもね、声だけでインスタライブとかも今できたりしますし、パソコンの資料をね写して外カメで声だけでインスタライブとかもできたりするので、そこら辺はねいろいろ試していただくといいかなと思いますね。最後ですね、概要欄の方でも和歌山さんの LINE 公式アカウントとインスタの URL 貼ってあるんですが、和歌山さんインスタグラムも特に上手ですが、 LINE 公式アカウントの配信もねめちゃめちゃ上手で、特に和歌山さんの、ね、LINE 登録いただくと、もちろんダイエット、この動画見てくださってる方でもちょっと痩せたいなって方もいらっしゃると思うんですけども、特典とかもついてくるっていう。 LINE 登録いただくと、まずはダイエットの常識を破壊する動画がありまして、そこから実際の具体的なレシピであったり食事のノウハウ、あとはその運動の動画だったりとか、全部で5大特典っていうのがついてます、はい、こちらもらえるということですし、そこからのセールスファネルっていう意味でもすごい勉強になると思いますので、ぜひ LINE もねチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。それではね、和歌山さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100人集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐに申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。